共産と弱酸、どれが共産で、どれが弱酸だと思う、を考えてほしい。まず、共酸は、酸が強い、酸、この性質が強い。ということは、H. プラスを出したら、戻ってくる、戻ってこない。共酸だったら、戻ってこないよね。上の三つ、これらが共産。共酸。 に対して下の物質たちは H プラスを出してもすぐ戻ってくる。酸の性質が弱い、弱酸っていうふうに言えます。さてこんなようにして酸を定義してみましたが、まあ、確かに酸っぱいっていうのも、 まあ嘘じゃないんだよ。実際に酸っぱいっていうのはこの下の下のねところで H プラスの濃度水素イオン濃度を感知してそれを電気信号に変えてうわー酸っぱい酸っぱいって感じているのでまあ嘘ではないんだけど毎回なめられないので化学式を見てあ酸だっていうふうにくくるようにしていきたい。化学というのはくくくると共通点が見えたり自然界の法則が見えたるする。そんな学問だよ。 って思いながら聞いてもらえるといいかななんて思います。